もっとリンリンホップが踊れたら第3回です。ではナンバーク3回目をしましょう。前回の続きでですね、6カウントをね、ステップをしております。このシリーズはですね、一応まあ40回ぐらいまでしようかなと思っております。道中ね、途中で、チャールストンとか、それからスイングアウトもね、もちろんですけども、いろんなものをね、復習したいと思います。前回、しました6カウント、また今日もいろいろしましょう。大きな、ね、ちょっとかっこいい技もしますが、1、2、3、4、5、6で、まあ、アンダーアームターンが飛び出しましたね。前回、男性のアンダーアームターン。1、2、3、4、5、6をしました。これもまあ、いろんなやり方が可能で、例えばもう一回こうしますと、女性のアンダーアームターンというか、アンダーアームパス。これをですね、1、2、3、4で、した後に自分が5、6とすることもできます。ちょっとやってみましょうね、皆さんも。ね、どうぞ。1、2、3、4、5、6。そして、1、2、3、4、5、6。ワン、ツー。ね。勢い込んで喋ると、つばがめっちゃ大変持ってるって、汚いな。じゃあ、よろしくお願いしますね。それからですね、その、まあ、男性のアンダーアームターンですね。まあ、今一つ、女性のアンダーアームターンから続いてするのをしましたが、もともとのね、1、2、3、4、5、6。この後、1、2、3、4というか、手を上げればですね、手を上げて、動作を説明しますね。手を上げて、それで左回りで、女性は右回りで、男性も動きますね。こうすれば OK ですが、この、手をですね、下に持ってきて、お腹のところに持ってきますね。5、6、7、8。1、2、3、4。ね、こういう風にして、手はもう離しちゃいます。で、5、6で、左に持ったり、また次の要領で、次のために右を持ったりとかね。そうすると、まあ、ベルトのところをこう、ループ、輪っかを作るので、ベルトループターンと言ったりしますね。もっぺんしますと、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。そして、1、2、3ね。で、さらに今の一緒ですけど、今度は丁寧に手を持って変えれば、ハンドチェンジと言われるステップになります。1、2、3、4、5、6。ね、もう、ジルバとかジャイルでもおなじみのステップですね。せーの。1、2、3、4、5、6。で、5、6。1、2、3。で、手を上げても、バンバカン、ポンポン、バッバカン、手を持ってしても、もうめんどくさいから手を離しちゃっても同じですし、女性がしてから自分が一人と、ポンポン、するのも全部一緒ですね。これもまたね、頑張って習得しましょう。まあ、今のスローモーションで見たりとかですね、我々はゆっくり実演しますのでね、もう一つしましょう。シンプルなアンダーアームターン。こうですね。1、2、3、4、5、6。で、これをまあダブルターンと言いますか、後半を女性一回転させることもできますね。もうここら辺のステップを習得されている皆さんであれば非常に楽でしょう。1、2、3、4と来たら、こういう移動をして、5、6で女性を、余分な回転というかね、オーバースピンしてもらいますね。1、2、ね、まあ、入ります。ね。1、2、3、4、5。いきます。1、2、3、4。ぐるんぐるんぐるん。ね、簡単ですね。こうで、勢いがこう来てますから、交代させてもいいね。女性は交代してもらってもいいですね。パッパッパンで帰るところもパンパンパンと回転してもいいですね。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。先生一瞬迷ったね。
替えやっているので、ここでワン、ツー、スリー、フォーでほぼ向かい合ってますから、いつもだったらそのままファイブ、シックスで手を下ろせばもう、で手を下ろしたの女性をもし回転すればこんな風にね引っかかってしまいますので、下ろせばそのままになりますし、男性が強く意識してこう回せば、このダブルスピンのリードに、なりますね。もう一回しましょう。皆様もディスプレイの前で、ね、一緒に、ペアの人はペアで、そうでないシングルの人はソロで練習しましょうね。もうだいぶ慣れてるのはね、相手をここら辺は簡単なステップですからね、初中級のステップですからね、自分で意識できるでしょう。一人でもね、一人でも相手が想像できるような感じですもんね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。往復で、往路行くときもぐるぐるぐる回って、帰りも袋、ぐるぐる回ると大変ですからね、まあ一回だけにした方がいいね。もう一つ簡単なステップで、ほとんど一緒なんですけども、まあ今のダブルスピンはとりあえず置いといて、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックスしますよね。で、普通は、こちら側に女性が戻ってきますので、つまり、まあ、さっきからしているように、こういうふうに、まあ、いわば男性の右側を通るので、これをライトサイドパス、つまり、ライトサイド、右側をパスする、通過するというふうに言ったりしますが、これを反対側の左側を通ることも可能ですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。というふうにね、要するに、まあ、ワン、ツーした後に、こちらに、ね、男性の右手寄りに、ね、ワン、ツーで男性の右手寄りに来れば、ライトサイドですし、それを、今度こっちがですね、だから、ワン、ツーで、こういうふうにすれば、男性の左手、持っている方ね、になりますよね。ではこれも頑張って覚えましょう。今日はここまでにしましょう。